のネズミたちはじっと彼を待ち、スピンが微笑んだ。いいわよ、私が尻尾を持ってるのはネズミだけでしょ。東京オリンピックはいろんな、ね、業界でそこに標準を合わせていると思うんですけど、一方であんまり仕事的に関係ない人たちはもうじゃあ抜け出しちゃおうかなという人たちもいます。そういう話もありますよね。すごい東京オリンピックに向けて盛り上がる人たちといまいちそこに乗っかれないので、むしろ現地を少なめでお願いします。東京2020大会オリンピック、まあ、そのオフィシャルウェブサイトがあって、でそのウェブサイトの中でまず自分の ID を作るんですよ。でそこで ID を作って、で64年の時の東京オリンピックはもうすごいことだったんです。その抽選になって倍率が87倍だったんです。2020年の東京オリンピックそれどころじゃないですよ、規模感としてはね。だから本当なんかこれはとりあえず見たいやつに関して早めに自分の IP をその東京オリンピックオフィシャルウェブサイトで持って予約してみたいなことが自分でやらなきゃいけないですよね。ちなみにやっぱり行ってみたいナンバー開会式見てみると、今5種類の団体が出ていて、一番安いチケットで1万2000円で見たいですよ。これは何としてでも見たいです。夏の競技の一般チケットを見ていくと、まあ、安いのは2500円から出てきて、高いのは、ね、13万円ぐらいなんです。まあ、でも今度はチケット全体は1000円以内で購入できるということなんで、結構ね、東京にとっては、いくつも見に行けるなと。ちなみに陸上競技、3000円から13万円ぐらい。他の競技は割と3000円からみたいな。あるので、そういうね、早めにこうね、見たいことを決めて、持ち込んで、なるほど。で、いろいろ関係する人たちはいろいろとともに、そうでもない人たちとかは、まあ、単純に大きなイベントとしても楽しみにしているので、どういう感じでその2020年東京オリンピックを意識しているのか、今日はその辺のいろんな方の意見を聞いてみたいと思います。今度は有楽町で声をかけたゴルフメーカーに勤務している川原さん、40歳の男性の方です。まあ、ゴルフ業界で働いてたら、なんかチケットとか、まだチケットとかは、まだチケットは取れないですけど、今年の6月ぐらいと、それも、Thank you.